はい、こんにちは。宿の者なら先生の所在を知っているはず。先生の所在。先生。いらっしゃいますか。すぐ間違える。なんか、朝首とか、ウィッチャーと、ボタンが違うので。美しい弓をお持ちでいらっしゃいますね。弓をお持ちですか？コモダの浜でなくした。それは残念でしたね。もし石川先生が生きていらっしゃれば、弓をお譲りくださるかもしれません。弓さえあれば、私がその力を引き出して差し上げます。礼を言う。この人がくれないのか？この人がね、石川先生、どこにいますか？日吉の湯を見つけたの。親とはすぐに会えたの。見つけてくれたけど。というわけでね、今日も島津じゃなかった対馬やっていってます。ゴースト・オブ・対馬。ゴースト・オブ・島津？違うな。ゴースト・オブ・対馬。文と書状。イヤホー氏の歌。言葉を書くのに。あ？読めない。今は昔。手に入りにくいものが揃ってますよ。手に入りにくいもの。生きていらしたのですね。なんとかな。どこかであったか。ああ、いいえ、ただご出陣のお姿を見ただけです。見ただけか。これをお受け取りください。お探しの者へと誘う力があると言われています。それはお主が持っている。猛虎が怖くて私は動けません。もし道すがら花を見つけたら。ここに持ってきてもらえますか。花を見つけたらいろいろ染め直しますよ。覚えておこう。助かった。こんなやついたんだ。素材が足りないようですね。染め直しね。またお越しください。ここは湯の町なんですね。お侍、まさか温泉だ。石川先生を探しておる。いいね。浜で討ち死にされたのでは。生きておる。道場はどこだ。森の先です。ご案内いたしましょう。なんでご案内って言って。あなたもお侍、中に入っていくんだ。生き残りは他にもいらっしゃったのか。一体誰のことだ。カシネに住んでいるとか。ぜひお会いになられてください。行ってみるとしよう。私が堺様ならご出陣なさらなかったので。そうだ。戦の前日に村にいらっしゃったんですが。マジか。寡黙なご様子で、まあいつものことですけどね。先生の伝説は誠ですかね。伝説だと？たった一本の矢で海賊の船を沈めたとか。誠だ。最も射抜いたのは船ではない、海賊の頭だ。怒らせないように。後ろめたいことでも？めっそうもございません。では心配には及ばん。どこ行った？遊んでさ、いなくなった。詳しいようだな。知らぬ者はおりません。それにしても聞きしに勝る美しさ。まさかこの目で見られるとは。竹を切る稽古か、懐かしいな。よろしければ一度お試しください。よし、やるぞ。いろいろ回します。おお、むずい。できないな。あ、できた。無理だってな、何本。いやー、無理やー。おー、知った。その太刀はまさに宝刀にございます。優れた刀鍛冶が仕上げたのでしょう。しかし腕を上げるには稽古あるのみかと。鍛錬を怠るべからずか。稽古台はいくつもございます。ぜひお探しになってください。ではお達者で。やっぱり同じように切っててもうまく全部切れるか、来てくださったのですね。鎧に味が出るか、違いがあるんでしょうね。それでここまで行って、どこ行ったんだ？あ、こっちか。すごいですね。風で教えてくれる。風のシェーダーっていうのも、なかなか大津なもんで。なんかあるぞ。困っておる様子だが何があった？クタの集落でひどいいさかいがありまして、賊と猛虎が殺し合ってたんです。そやつらが揉めようと止める道理はないが、民が巻き込まれるのは避けたい。お主は逃げよう。俺が見てこよう。今戦争中なのに揉め事ってどういうこと？やー、光が綺麗でさ。道場はあの山の上にあります。山上。はあ。助かった。ここまででよい。あと一つお尋ねしても、先生はなぜ長尾家の指南役を退かれたんです？さあ、わからんな。いやはや、道場のために誇りある職を捨てちまうなんて。長尾家というと、上杉。石川先生の道場。間違えた。いさかいがあったか調べてみろ。これは血の跡。新しくはない。射抜かれた後に石川先生もやられたか。足跡だ。いたものかいられたものか、住居へ逃れられたのやも。こっちに続いておる。足跡。あのウィッチャーのあの足跡が、ちょっとゲームっぽすぎたので、このぐらいがいいですね。武士にしては質素な伊織。ザ・ハンターも、足跡が、雑というか。動くな。石川先生。おお、ビビった。堺の跡取りか。生きておったとは。菰田で待っておりました。向かう途中で賊に襲われてな。その賊を待ち構えていたと。備えあれば憂いなしと言うだろう。志村殿も討ち死にか。良き男だったが。無事です。しかし囚われの身に。望みはあるな。実はその件でお力添えを。できぬ。不肖の弟子に出奔されての。手を貸しましょう。しかるのち何とぞご助力を。遅れを取るなよ。あそこ行くのか。他に生き延びた者はおるか。おりません。では猛虎に手向かう。ここまで来ちゃうのさ。残念ながら他にはござらん。なら探さねばな。二人では救出などおぼつかぬ。二人では。お弟子殿の居場所は。巴の行く先など知れておる。巴。女子か。生まれは。生まれは百姓。だが弓は並ぶ者などおらぬ。大主でさえな。お、いいね、こういう。最後にお会いしたのは確か10年前。弟子志願だったな。ご記憶とは。門前払いしたやつは忘れぬ。なぜ私ではなく巴を弟子になさった。お主は有望、巴は神道よ。いやー、でも、ほら、いいね、こういう会話。敵がいた。やばいやばい。おー、ナイス。どうしようどうしよう。こやつら酔ったタヌキだな。だが菰田では負けました。目覚めぬ虎ならタヌキにも劣る。巴の足跡だ。来い。いいね。中山砦が抜かれた。あの石膏が証拠だ。砦は日吉の近く。次は日吉が狙われるな。うん。会話がすごい。なんか争った跡が。襲われたか調べるんだ。血の跡わずかだが死者はおらぬな。会話のね、米と泡導入がいいですね。手つかずだ。不意を打たれたな。矢筒があります。わしが与えた開殿の証だ。どうなっておる。巴が矢筒を捨ておくとは。敵から逃れるためか。捕まったか。では今頃尋問か拷問、あるいはまさか叔父上も同じ目に。恐怖は猛虎の武器。たじろげば奴らの思うつぼぞ。お弟子はいずこにいると。中山だ。砦は近いぞ。わしが菰田におればな。いらっしゃらずばこそ今共に戦える。なぜ負けたかわかるか。けだものには勝てませぬ。それは違うな。この目で見たのです。キューバの道は見るのみにあらず、心を研いで感じるものよ。ここで止まれ。話がある。いかがなされた。この弓は数年前に長尾殿から賜ったものだ。結構な弓です。そうであろうとも。増えての者がかような弓を引くなど考えるだに心が痛む。それほどの品を私に。早とちりをするでない。だがお主の腕次第で貸してやってもよい。戦の前に試しておくか。結構本格的な。手前にある灯籠を狙ってみろ。オリンピックでアーチェリーで使うような。的が遠ければ矢は落ちると教えたろう。まずまずだ。さらに遠くの的ではどうかの。集中せんか。今のは肩慣らし。やはり早まったかの。ご安心を。次は必ず。ダメだ。むずい。どう思った。手に馴染みますな。そうであろう。大事にすることだ。行くぞ。このなんか自然な感じで。この弓があれば菰田でも良き弓だが、戦を決めるのは人だ。武具ではない。もうこの武具は火を吹くのですぞ。戦いはこれからよ。火を吹く。火じゃないのか。モンゴル人って。中山砦だ。お弟子殿がいればよいが。上からなら備えがよく見えよ。上から。こういうのも。うん、この辺りがよかろう。私が入って門を開けます。あとは共に。せいてはことを潜じるという言葉があるぞ。ではどうしろと。まあ少し落ち着け。奴らは石膏を探しに兵を出すはずだ。門を開いた刹那に飛び込むぞ。長引けばそれだけ巴殿が危うくなります。心配は無用だ。戦場をよく見ろ。何か役に立つものはないか。旧兵の数が多い。だが腕前はわしらが勝る。樽で痛手を与えられるやも。やる甲斐はあるの。松明を撃ち落とせば火花が飛びましょう。火事を起こせるな。蜂の巣だ。いれば足止めになるやも。針と矢で猛虎を穴だらけにする算段か。門が開いたら敵を引きつけろ。矢の雨を降らせてやろう。しかるのちに乗り込み、巴殿を救う。よし。すごいですな。作戦があるんだ。きちんと。門が開きます。わしの合図を待て。もう腹減っただろう。来る。まだだぞ。しかし気づかないもんこれ。奴をメイドへ送ってやれ。もういるぞ。やばいな。ああ、死んだ。石川先生強い。狙われないのか。門が開きます。わしの合図を待て。だぞ。今だ。奴らをメイドへ送ってやれ。うわ、厳しい。うわ、厳しいよ。出ない。マジだな。おしゃが中にも敵が。すぐに消す。そしてトモエだ。飛び降りた。危ねえだろ。いやー、これはきついわ。中にこんなにいるの？気づくのが早い。きつい。うわダメだ。ダメですね。これをうまく使えないかな。すげえ。ダメだ。まだ操作に慣れてないんですいません。よし、嘘か。強えぞ。よし、隊長を倒した。いいね、この演出。かっこいい。はい、というわけで、特殊処方の録画時間が迫ってまいりました。ありがとうございました。それでは。